香山ま夫は、日本の政治家。前神奈川県相模原市長。埼玉県北足立郡山和町生まれ。3歳の時に、相模原町に転居した。相模原市立朝日中学校を卒業。1963年3月、神奈川県立愛原高等学校を卒業。同年4月、相模原市役所に就職。1967年3月、働きながら、 東京経済大学経済学部の夜間部を卒業した。相模原市都市整備部長、経済部長、消防庁、都市部長を経て、2004年4月から相模原市助役に就任した。2007年2月、小川勲尾相模原市長が体調を崩して入院し、市長を辞職する意向を表明。小川赤山を後継指名し、3月8日に辞職願いを提出。 カ山は3月14日に市長選挙への出馬を表明。4月22日執行の市長選挙では、元相模原市収入役の候補者が立候補し、元市職員同士の争いをカ山が制して初当選を果たした。カ山の得票数は133,611票。投票率は47.38%。なお、小川前市長は辞職後、 同年3月11日の県北合併官僚を見届け10日後の3月21日に成居した。2011年4月10日執行の市長選挙では民主党、自由民主党、公明党の支援を受け新人2人を破り再選。投票率は50.60%。2015年4月12日、自民、公明、民主の推薦を受けて立候補し、 共産党公認の新人を破り参戦。2018年12月17日、市長選4千0へ向けて自民党市議団と政策協定を結んだ。2019年4月の市長選には、香山のほか自民党市議団に所属していた市議の宮崎雄一郎、自民党県議の八木大二郎、衆議院議員の本村健太郎らが出馬。6万秒差で本村に破れた。 2020年朝日中受賞受賞ありがとうございます。